ないという感想でも終わっていますと、どういう状態に来れるか、前を走るのが神谷勇樹です。そして後ろを走るのが鈴鹿のサポート森吉美。さあ森がしっかりと中谷の反応を使っている。あそこの時もなんでね。そうですね。
しっかりと続いていっているのをちょっと分けられるか。
立てないかの、この一歩を狙っていきます。両者差はついていません。一歩目は手ゴール、森山からそして西川がきれいに合わせていくぞ。それとも愛知のアウトコントロール、横井が持ち上げるか。